後半はですね、方逆弦の計算ということで、テキストはセクション 4.7、60ページからですので、まあ、必要な方は一緒に見ながら進めてください。まず、その方逆弦の計算というのが一体何かということから、紹介したいと思います。ここでは、その R を可換換とします。そうしますと、その R、それで R のイデアルを I というふうに置きます。そうしますと、この R を I で割った常用感というのが定義にできるわけなんですけれども、この中で、その R オーバー I という常用感の弦 A が単弦の時ですね。すなわち、その乗法の逆弦を持つ時に、その逆弦を計算しようというのが、その方逆弦の計算です。で、今日紹介するのは、この逆弦の計算に拡張ユークリッド互助法が使えますという話です。で、その計算を実際の根拠となる定理がですね、テキストでは定理4の48というところにありますので、まあ、それを説明しておきます。R をユークリッド整域として、それから D をユークリッド関数とします。それからと、A と M を R の弦とします。で、この時に、まあ、A モード M ですね。A を M で、割った常量が、この R オーバー MR という常用感の、単弦であることの必要十分条件は、A と M の GCD が1に等しいということが、まず一つ目の主張です。で、さらに、この時ですね、その拡張ユークリッド互助法を用いて、この R over MR におけるこの A モード M の乗法の逆弦 B というのを計算可能であるというのが2番目の主張です。そこでまずその前半の主張のこの A モード M が R over MR の単元であることを示します。でまずこれは乗用感におけるその単元の定義を出してきまして、A モード M が R オーバー MR の単元であるということは、ある R の弦が存在して、S×A がですね、M を法として1に等しいと、まあ、そういう性質が成り立つことが言えるわけです。で、今度はこれを、その、まあ、乗用類の定義に基づいて書き換えると、ある R の弦 T が存在して、で、SA-1 がですね、ある t の m 倍に等しいと、まあ、そういう性質が成り立つというわけですね。で、この式を、項をうまく移行しますと、このことからですね、sa プラス tm イコール1という等式が成り立ちます。なお、注意点として、この s と t はですね、この形、でまずですね、この形から、a と m のは互いに素であると。いうことが分かって、それからあと、もう一つはこの S と T という値は、数はですね、この拡張ユークリッド互助法で、A と M に対する拡張ユークリッド互助法で計算も可能であるということが示されます。というのが、まあ、この証明ですね。だから、A と M が互いに素であるということと、その乗法の逆弦が計算できるということは先ほどの関係から一遍に示されたということになります。で一応尾行としてはですね、この今与えられた A と M から、によるその拡張ユークリッド互助法の出力をこの RST という三つ組の数で表したときに、まあ、R が1である、すなわち A と M が互い素である場合には、この S をM で割った乗用ですね。S を M で割った乗用が、この求める逆弦になりますと。で、一方で、その R が1ではない場合、すなわち A と M が互いに素ではない場合は、この、与えられた A モード M という弦は、この乗用感において単弦ではないということで、乗法の逆弦は存在しないということが言えるというわけです。ここまでよろしいでしょうか。はい、それでは例題をちょっとやっておきましょう。まあ、大体この分野ですね、この計算基礎学の分野というのは、その
実際にアルゴリズムがあって、でそれで何らかの計算をするという分野ですので、まずはちょっと例題を見てですね、どういうふうにこの計算が行われているかっていうのをつかむのが、こう、この分野を学ぶのには、まあ、有効な手段の一つであると思います。で、ここでは、その R は、まあ、整数感として、それから M を29として、A を12としました。で、問題としては、M イコール29を法として、A イコール12の逆元が存在すれば、それを求めましょうというのを、今回解いてみようと思います。あ、ちなみにちょっと言い忘れましたけど、これはテキストでは例の 4.49 というところに出て、例題として出ていますので、まあ、必要な人はテキストも一緒に見てください。でそこで、まあ、やり方としては、その与えられた M イコール29とそれから A イコール12からですね、その拡張ユークリッドの誤助法で、そのまず GCD を計算していくというわけになります。で、これ前回から出てきてますけれども、この場合ですと、まあ、R0、S0、T0 の組を定義して、それから R1、S1、T1 の組を定義しまして、で、それ以降はですね、R2 としては R0 を R1 で割った余りと乗与とすると。それから、その時の小を Q1 としますと、まあ、Q1 の場合、Q1 この場合2ですね。で、それに基づいて S2 と T2 も計算できます。で、以下同じようにして R3、S3、T3 と、それから R4、S4、T4 も計算していきますので、まあ、これもちょっと皆さん後で確認してみてください。一応今日のレポート課題でもこのような計算をやりますので、皆さん計算手順を確認できるかと思います。ということで、まあ、R5、S5、T5 まで計算したところで、R5 が0になりましたので、でじゃあ R4 の値がいくつかっていうのを確かめますと、R4 が1なんですね。で、R4 が1ということは、この与えられた A と M っていうのは互いにそうだってことですね。で、具体的にその S4 と T4 を使ってかけた数で表すと、5×29 プラスマイナス 12×12 イコール1という関係式が得られますので、これをその合同式、29を法とする合同式で表しますと、マイナス12倍の A が29を法として1に合同であるということになります。で、そこで、まあ、もちろん、このですね、逆元としてはマイナス12も、この逆元として構いませんし、あと、まあ、問題によってはですね、この逆元を例えば正の整数の形で求めようっていうことになったらば、このマイナス、この合同式から得られることは、このマイナス12かける29、あ、マイナス12プラスか。マイナス12プラス29の倍数というのは全部この合同式に満たしますから、そういう意味では、そのマイナス12プラス29かける整数というのが、まあ、この逆元にもなると。で、さらに、例えば逆元として正で最小の数を求めなさいって言われたら、まあ、じゃあ、正で最小の数を求めたら、マイナス12に29を加えると、まあ、17になりますよと。17が、まあ、29法としてマイナス12に合同な正の最小数ですということなので、まあ、例えばこの場合は17が29法とする12の逆元であるというふうに答えることができます。一応注意ですけれども、これ合同式の方程式の解なので、解が一般には1位ではない点に注意してください。ただし設問によってこれこれの条件を満たす解を求めよって言われると、それが一つに決まってくるという場合もあるので、まあ、それも注意してください。ここまでよろしいでしょうか。はい、それではもう一台ですね、この例題を紹介しておきたいと思います。今度はですね、代数テキストの逆数の計算ということで、テキストでは問題の 4.55 というところに紹介されております。ではちょっと問題から読みますと、方程式 x3 乗マイナス x2 乗マイナス x マイナス1の、まあ、根の一つを α とすると。で、この時に、その α2 乗プラス α という数の逆数を、
Aα2 乗プラス Bα プラス C の形で表しなさいと。ただし、ラージ A、ラージ B、ラージ C は有理数とすると。まあ、そういう問題です。で、今ここではですね、まあ、x3 乗マイナス x2 乗マイナス x イコール1を fx と置きまして、で、fx イコール0の方程式 fx イコール0の根の1つ α とします。で、この代数拡大、拡大体なんかの理論はですね、ちょっと今皆さんこの時期に習っているかどうかは微妙かもしれませんけれども、まだですかね、もしかすると秋学期でしょうかね。拡大体なんかの話は、今もうすでに習ってるんでしょうか。今の代数の論理、まだですね。はい。多分、秋学期以降に、その筋の、代数学の授業科目を選択すると、多分、この体の拡大とかですね、それから多分、ガロア理論なんかにも関わることも勉強することにもなるかもしれません。僕が、自然学理の数学専攻の学生だった頃はですね、確か大学3年の1学期に代数学1という授業があって、で、その代数学1の授業の内容が、この、群とか間とか体、それから拡大体、それからガロアの理論に至る講義がありましたので、この時期に拡大体の話を扱っておりましたが、まあ、今日は そこまで知識がなくても、ある程度こうお話だけで聞いていけると思いますので、それで聞いてみてください。で、Q の α というのをですね、まあ、有理数体 Q の α による拡大体とします。で、ここでは、まあ、厳密な定義はもちろんしませんけれども、まあ、そうですね、この有理数プラス、この R の定数倍というような数ですね、その数の全体を考えると思ってください。で、それがまた単位になるというので、拡大体というふうに呼ばれます。で、一方で、ここではその、qx ですね。この有理数係数の一変数多項式間を、この fx で生成されるイデアルで割った常用間というのを考えます。で、そうすると、実はこの q に、r を転化して拡大したこの拡大体とですね、それから、この q 多項式間 qx を fx で生成されるイデアルで割った常用間の間にですね、こう対応関係をつけることができます。で、この Q にその α を転化したこの拡大体の元というのは、今 α が3次の多項式ですので、実はこの Aα2 乗プラス Bα プラス C という形で表すことができます。ここでラージ A、ラージ B、ラージ C は有理数です。ですので、まあ、こういう拡大体の元というのは、こういう R の2次の多項式で表すことができるということなんですね。で、一方で、この QX をこの FX で生成されるイデアルで割った常用間の元というのも、この2次の有理数係数の多項式で表すことが、まあ、元を表すことができます。で、ここでその、まあ、代数の性質を使うと、この今 QX が、あ、ごめんなさい。fx が Q 乗規約ですので、この2つの世界が同型になるっていうんですね。ですので、その、今はですね、この拡大体上で、問題はですね、α2 乗プラス α の逆数を求めなさいっていうことだったんですけれども、これが実は、こちらの常用間上で、x2 乗プラス x っていうこの多項式のこの常用間上でのその逆元を求める問題として解くことができます。あ、帰着される。まあ同じことになるわけですね。ということは、今の方逆元の言葉で言うと、この gx の fx を法とする逆元を求めるという問題になります。を解くことになります。以上を踏まえて、今の fx と gx からですね、拡張有給とご助法でですね、こう、計算を進めていきます。で、これまでと同じように、r0、s0、t0 と、それから r1、s1、t1 を定義して、で、こう、r2 を計算していきますけれども、今まではですね、この整数に対して、
拡張ユークリッドのご情報を使っていましたけれども、これ多項式に対しても全く同じように計算すればいいわけですね。R2 は、FX を GX で割った乗用になりますので、それは今回は X マイナス1になると。それから Q2 がその時の割り算の時の小になって、小は X マイナス2であるというふうに出てきます。これも整数の時と同じように多項式なんで計算していけばいいわけです。で、これはですか、で、まあ、こういう形で計算が進むとですね、R3 まで計算した段階で、R3 が定数になりますので、ここで、計算が止まってですね、で、fx×-x-2+gx×x2-3=2 という関係式が出てきます。で、まあ、両辺を2で割りますと、まあ、こういう形になりまして、で、でこれをその fx を項とする、まあ、合同式で表すと、gx×2分の x2-3 が fx を項として1に合同になるということなので、結論としては今度はこれもともと考えていたその代数拡大のその弦の話に戻さなきゃいけないんですけども、そうするとこの gα、最初に与えられたこの gα という、数の逆に円というのがこの多項式のですね、x に α を代入した形で式で、2分の1かける α 2乗マイナス3というふうに出てくるというのが、まあ、この問題の解法答えになります。で、まあ、一応、検算をしてみました。これですね、この、もともと与えられた数が x2 乗プラス α だって、でこれの逆減がマイナス 2, あじゃあ2分の1かける α2 乗マイナス3でしたから、まずこれを計算すると、これマイナス、あ、2分の1かける x4 乗プラス x3 乗マイナス3、あ、じゃあごめんなさい、2分の1かける α4 乗プラス α3 乗マイナス 3α2 乗マイナス 3α と出てくるわけですね。で、今ですね、ここで、まあ、その、対の弦として余事式が出てきたんですけれども、実際には、これ fα が0に等しいという条件がついていますから、そうすると、この α の余事式を fα で割ってですね、小の部分、fα がかかっている部分はもう0になっちゃうわけですね。ですので、この α の余事式が表されている数っていうのは、実際にはこれを fα で割った乗用の形で、表すことができます。そうしますと、この α4 の余事式をですね、fα で割ると、ここにありますように、小は1プラス2分の α で、乗用は1ということになりまして、今、fα イコール0という条件がついてますから、そうすると、この1プラス2分の α かける fα という部分は0になってしまって、最後に1が残るということで、確かに1が逆円をかけて1が得られたということが分かると思います。はい、よろしいでしょうか。はい、ということで、今回のまとめです。今回はその拡張ユークリッドのご助法の性質の一つについて触れました。それから、後半では拡張ユークリッドのご助法の応用の一つとしまして、方逆弦の計算について紹介をしました。で、次回の予定なんですけれども、まずその拡張ユークリッドのご助法の性質でですね、まあ、他にもいくつか性質がありますので、また別な性質についても紹介していきたいと思います。それから後半の方では、これもやはり拡張ユークリッドのご助法の応用をこれから何回か紹介していきますけれども、まあ、その中でですね、次回はその実数の連分数展開について紹介したいと思います。テキストではセクション 4.13 というところにありますので、まあ、必要な人は適宜内容を見てきてほしいと思います。よろしいでしょうか。それでは今日の講義はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。